足立区でもですね、出産一時金というものが健康保険、国民健康保険に入っている方でしたらば、子供を1人産むと約50万円、出産の費用として支給されるんですけれども、こちらですね、国保使ってる人だったら誰でももらえるということで、外国人の子供の出産にも50万円支払われます。明らかにですね、産婦人科救済のためのお金なんですけれども、って言いますのも、産婦人科で子供を出産してですね、料金を踏み倒されると困るから、産婦人科が弱ってしまうから、踏み倒されないようにですね、産婦人科出産費用丸々払える分ぐらいのお金は出しましょうということで、約50万円出産一時金というものが出ております。ですけれども、外国人もこれをもらえてですね、しかも外国で産んだ赤ちゃんの代金も50万円もらえると、日本に男性が働きに来ていて、中国本土で奥さんがその男性の子供を産んだ、でお金ちょうだい、はい分かりました、50万円、そんなのおかしくないでしょうか。これは日本のですね、産婦人科救済のために全然なってませんよね。外国で出産した場合は、外国の病院が子供を取り上げているわけですから、外国の病院の売り上げになるわけであります。日本の産婦人科全然関係ありませんよね。どうして日本で産んだ日本の産婦人科を使った場合だったら100歩譲ってですね、その病院の踏み倒しを防ぐため、救うため出産一時金を出すというのも分かりますけれども、どうして外国人が外国で産んだ赤ちゃんの分まで日本が50万円出さなければいけないんでしょうか。夫父親が日本に住んでるってだけで、全世界でその人の子供が生まれたら、なんで日本がはい50万円あげなければいけないんでしょうか。隣の荒川区ではですね、人口当たりの中国人が日本人の約3倍、子供を産んでおりまして、これおかしいんじゃないかと。中国では出産証明書も何もかもお金払えば偽造してもらえると、そういうことでですね、中国で子供を産んだなんて場合もその病院に確認するからな、こういうことを始めた途端ですね、半分以上に出産一時金の申請が減ったそうであります。つまりですね、今までは荒川区で中国人が出産一時金ちょうだい、子供生まれたから、倍以上がですね、詐欺、捏造、それで出産一時金をもらっていた、給付金詐欺ですね、それをやってた恐れがあるんですよ。だってですね、中国にある病院に確認するからなって言った途端に半減するって、それしか考えられないじゃないですか。中国人やたらと日本人より多く出産するのもですね、荒川区では若い人が多いからかな、なんて答えておったようですけれども、日本にいる外国人の平均年齢が下がるのは留学生が平均を下げてるんですよ。ですんで荒川区が言うですね、若い人が多いから子供いっぱい産むのかななんていうのは間違いであります。まあ、荒川区はですね、区の職員は何だのかんだの言ってごまかしたいでしょうけれども、そんなわけはありません。日本にいる外国人の平均年齢が低いのは留学生がこれを下げているからであります。留学生は3年ぐらいしかいないんですから、その間に出産して子供を産んでなんてことは考えにくいのであります。ですので、確認すると宣言した途端に半分以下になったことも合わせて考えて、今までだいぶ騙し取られていたんでしょうか。出産一時金を、外国人が
外国で産んだ子供にまで50万円与えてたら日本の産婦人科の救済に全然なりません。この間広告でお会いしました。日本の産婦人科の踏み倒しを防ぐため、救済のための出産一時金というんでしたらば、外国人が外国で産んだ赤ちゃんの出産一時金をあげるなんてことはやめるべきであります。全く日本の産婦人科病院のためになっておりません、全く変な制度であります。先日ですね、トルコからクルド人議員、国会議員2名が来日しまして、立憲と共産の国会議員と大野埼玉県知事と面会したそうであります。そこで彼らが何を話したかというと、クルド人はトルコに帰国すると空港で逮捕されますと、そんなことを言って回ったらしいんですけれども、だったらなんでクルド人が国会議員になれるんでしょうか。日本にいるクルド人はトルコ政府が発行したパスポートを持っております。パスポートを発行してもらえて飛行機で日本に来て、さらにはですね、日本にいながらトルコの大統領選挙の投票もできてですね、国会議員もいると、どこが弾圧されているんでしょうか。それはですね、 PKK というクルド人のテロ組織がありまして、それらの関係者でしたらば帰国した時に逮捕されるのも分かります。逮捕されるでしょう、そりゃ。ですけれども、一般的なクルド人は国会議員にもなれるんですから、全く弾圧されておりません。トルコ政府の見解もそうでありました。人口8000万人のうち1500万人がクルド人だ、弾圧することなど不可能だと。クルド人国会議員はクルド人まるで全員が弾圧されているような話を埼玉県知事に吹き込んで帰ったそうですけれども、全くの大嘘だと思います。彼らが国会議員である日本に来れるということがそのことを証明しております。それにですね、日本クルド文化協会という組織がありまして、こちらはですね、テロ組織の PKK に送金した事実からトルコ政府にテロ支援団体指定され、口座凍結されまして財産没収となっております。この支部が日本クルド文化協会テロ支援団体に指定されてるんですから、そこの人が帰国すればそれは逮捕されますよね。テロ支援団体なんですから。ですけれども、一般的なクルド人が帰ればすぐに逮捕、そんなのは大嘘であります。トルコ国会のクルド人議員2名が大嘘をつきに日本にやってきて、帰っていきました。好き放題日本に来れるのに弾圧されてるっていうのはおかしいんじゃないか、それをおかしいとも思わずに報道する東京新聞もですね、同化していると思います。東京新聞は電柱の言葉を鵜呑みにして、クルド人の弾圧を強めるトルコ政府かなんか書いておりますけれども、全くの大嘘であります。隣の川口市でですね、寝ていた50代の日本人女性をですね、襲ったということで37歳のクルド人が逮捕されております。寝ている間に侵入されるなんて怖くないですか。クルド人難民申請中の不法滞在者、仮放免中の不法滞在者だそうでありますけれども、寝ている女性宅に侵入って一体どうやったんでしょうか。川口市はお隣ですから、
鍵をかけてかけないで寝るなんてことあんまり考えにくいですよね。隣の川口ではクルド人によって女子中学生も襲われました。しつこいナンパも問題になっているそうであります。しつこく声かけてですね、女性が車に引きずり込まれそうになる、年齢問わないそうであります。あの人らからすると日本人女性は非常に幼く見えるようで、4,50 代の方でも 2,30 代に見えると、そういうことで隣の川口市では日本人女性が非常に危険な状態となっております。どういうわけかですね、河野太郎デジタル大臣がですね、内閣府の有識者会議再エネタスクフォースというのの座長をやっていたんですけれども、再エネのことを話し合うのはエネルギー庁の管轄じゃないのかと、ここでまずおかしいな、思うんですけれども、どうしてデジタル大臣の河野太郎がしゃしゃり出てきてんのかな、謎ですよね。その有識者会議で中国国営電力会社のロゴ入り資料が使われることが判明いたしまして、我が国のエネルギー政策が中国共産党の影響下にあるのではないか、またですね、有識者会議の出席者メンバーが非常に恣意的で、誰ですかこれみたいな人がたくさん混じっている、孫正義が菅直人と共に作った自然エネルギー財団というところの大林美香さんという女性もメンバーの一人なんですけれども、この人実は国籍不明、本名不明、謎の人物で、過去には反原発の活動家をやっていたことを認めております。適当に選んだメンバーで適当な議題を話し合って、思った通りの結論を出すというのが河野太郎が座長を務めていた再エネタスクフォースの正体と言えそうであります。そしてですね、この再エネタスクフォースでですね、中国企業のロゴ入り資料を使っていたことについて河野太郎は問題ないと、何も問題はない、だがタスクフォースは解散すると、先日発表になっておりました。問題ないならなぜ解散するのか廃止するのかと、盛大に突っ込まれておりました。まあ逃げたんですよね、いろんな批判から逃げたんですよね。我が国の再生エネルギー政策、エネルギー政策が中国共産党の影響下にあると、そういう批判から河野太郎は逃げたんであります。河野太郎は記者会見をやっても、質問に答えずに次の質問という言葉で遮って質問から逃げております。国会でもですね、明らかに担当なのに所管外ですという言葉で国会答弁から逃げております。今回もですね、再エネタスクフォースの批判から逃げるために、会議自体を廃止しました。河野太郎は逃げ癖がついてるんですよ。ついたあだ名が逃げ太郎、河野太郎は逃げ太郎であります。私実は河野太郎デジタル大臣に名誉毀損で訴えられております。っていうのもですね、河野一族しか株主がいない、たった11人が株主の日本端子という会社が中国で3つも元気に会社を経営できていますから、中国共産党の言いなりでないとそんなことはできないんですよ。中国共産党に少しでも逆らえば中国で会社やっててもすぐさま潰されます。そういう状況において中国で3つも会社をやれている日本端子河野一族、
中共の犬じゃないですか、そのようにですね、書いたらですね金払えと、記事を削除しろと、河野太郎に民事の名誉毀損で訴えられております。裁判はこれから始まりますけれども、河野太郎はなんか法廷に出てきたくないらしく、民事の名誉毀損としては異例の原告本人の出廷を拒否しております。こちらもですね、逃げ太郎だなと、逃げてんだな、そういうことなんですよね。このまま河野太郎が私の裁判に出てこないと、河野太郎は不利、私は有利となってしまうんですけれども、本人が出てきて説明しないぐらいのことなんだろうと、裁判官に軽く見られて私は有利になるそうなんですけれども、私が不利になっても、いや本当デモにも一回行ったことあるんです。ああ、ありがとうございます。もうめっちゃ応援してます。はい、中野のあの仕事仲間もすごいファンなんで。はい、本当頑張る方、めちゃめちゃ応援してます。はい、たとえですね、自分が裁判で不利になっても、河野太郎を法廷に引きずり出したいな、ということで、今河野太郎裁判に出てこいよ、いうようなことを要請中であります。私の弁護士さんは被告が原告呼びつけるなんて俺はやったことはねえと、言っておりました。民事の名誉毀損で本人が出てこない裁判も見たことがないそうであります。裁判官もそれでどうやって精神的損害を証明するの、不思議がっておったそうであります。異例中の異例、現職の大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴えるという史上初、しかも本人が法廷に出てくることを拒否しているという異例中の異例、こんな面白いネタなのにテレビ新聞は一切報道いたしません。それはなぜか、中国共産党の犬の河野太郎をかばってるからですよ。これが報道されますと、ああ河野太郎は中国共産党の犬なのか、と知れ渡ってしまいますので、それを避けたいテレビ新聞が一切報道せずになかったことにしてるんですよ。テレビ新聞も河野太郎同様に中国共産党の犬仲間でありますから、このテレビ新聞が中国共産党の犬だということはですね、日中記者交換協定というものではっきりと決められております。中国にテレビ新聞社が支社を置きたい場合、中国共産党に都合の悪い報道はしないと、こういう取り決めがなされております。ですのでテレビ新聞は中国共産党の言いなり不都合なことは報道しない犬なんですよ。で、河野太郎も中国共産党の犬ですから、犬仲間同士かわいやってるんですね。河野太郎がなんかまずいことになりますと、自分らもズルズルとバレて、都合が悪くなる、こんなことを恐れてるんじゃないでしょうか。たとえですね、河野太郎が法廷に引きずり出すことを成功しましても、テレビ新聞は一切報道しないと思います。そのぐらいのことはやるのが世界最低の日本のメディアであります、マスコミであります。最近中国人グループによるマイナンバーカード、在留カード偽造というのがですね、立て続けに船橋と大阪で逮捕されました。パソコンとプリンターで作る側だけの簡単な偽造カード、在留カード、マイナンバーカードらしいんですけれども、捕まえてみたところ、船橋と大阪のグループは何の関係も面識もなかったんですけれども、指示していた人物は同一と判明しまして、中国共産党自身の関与が疑われております。中国共産党がですね、中国の国家ぐるみの事業として
日本国内においてマイナンバーカードを偽造しまくっていると、こういう疑いが出てまいりました、チップが入ってないんでタッチ機能で本物か偽物はすぐ分かるんですけれども、例えばですけれども個人経営の不動産や個人経営のお店なんかでですね、バイト募集した時なんかはタッチ機能ないですよね、そういう小さなお店は。個人の不動産屋さんも怪しいものであります。中国共産党が中国の国家ぐるみでせっせせっせと日本国内でマイナンバーカードあるいは在留カード身分証明書を偽造しまくっているこの目的は何かと言いますと、他人名義で働くバイトするあるいは他人名義で部屋を借りて住む、個人店が狙われる、このように私は考えております。中国共産党が指令して国家ぐるみでこういうことをさせる理由は潜伏している人間を増やすためであります。不法滞在で地下に潜伏中の中国人を増やすために中国共産党が指令して日本でせっせせっせと偽造身分証を作りまくっているのであります。ではどうして中国共産党が潜伏している中国人を増やしたいかと申しますと、これは有事に備えてですね、いずれ中国は必ず台湾に攻め込むであろう、このように予想されております。時期は2025年来年、これを受けて何年も前から日本政府は2025年までに防衛費を倍にしますと、10兆円にしますと、 GDP2% にして NATO に入りたいんだ私は、このようなことを言っておりました。で、台湾有事になりますと、自衛隊も黙っていられませんから出動しますよね。その時に日本国内を混乱させる暴れさせる人員として何人も何万人も潜伏させておきたい、これ草って言うんですけれども、他国に潜ませて埋没させて埋め込んでおく草を増やすために今中国共産党が一生懸命、日本国内の中国人に指令して指示してマイナンバーカード在留カードなど身分証をせっせせっせと偽造させております。非常に危険であります。個人店もですね、個人の不動産屋さんもですね、読み取り機これをですねぜひ購入されてですね、目視だけで、信じない、外国人のマイナンバーカードは目視だけでは信じない、こういうことを徹底してもらいたいものであります。河野太郎はバカですからデジタル大臣にもかかわらず見破れる目視でなんて言っておりましたけれども、とてもとてもデジタル大臣の言うセリフではありません。目視で見破れるんでしたらば、タッチ機能で読み取らないで、見破れるんでしたらばそもそもマイナンバーカード必要なくなっちゃいますよね。このように河野太郎はバカですから、答弁からも記者からも裁判からも再エネタスクフォースからも逃げまくっております。その姿は惨め以外の何者でもありません。でも惨めなやつは自分が惨めな姿であるということに気がつかないんですよね。ダニングクルーガー効果というものがありまして、バカなものほど自己評価が高いと、こういうのが世の常であります。バカほど自分は賢い、思ってる、これは何千年も前にソクラテスって人が指摘しておりましたけれども、河野太郎はまさにこの状態、バカほど自己評価が高いで逃げまくっている自分の姿が惨めだと分かっていない、こういう状態なのだな、呆れて、観察中であります。救急車、河野一族が経営する日本端子という会社はですね、太陽光パネルにつける端子接続プラグなどを作っている会社であります。
河野洋平が河野談話を発表したすぐ後に北京で設立されました。本社は日本であったんですけれども、河野洋平が河野談話を発表したすぐ後に北京で会社を作ること、子会社ですね、これを許可してもらいました。中国共産党にですね。で、太陽光パネルが売れれば売れるほど日本端子は儲かるもんですから、河野太郎はずっとずっと反原発、原発で発電されては太陽光パネルが売れなくなると、日本端子が儲からない、何十年も何十年も反原発を主張しておりました。閣僚となってですね、大臣になってからは一応反原発を引っ込めてはおりますけれども、性根はですね、日本端子を儲けさせるために反原発と、原発を全てなくしたいというのが河野太郎の本音であります。河野太郎はそういうわけで太陽光パネルを買わせよう買わせよう、太陽光発電施設を作ろう作ろうとしておりますけれども、すべて自分の一族の会社日本端子を儲けさせようという私利私欲のためにやっていることであります。菅直人と孫正義が太陽光発電を普及させるために作った制度、再エネ賦課税というものがあるんですけれども、6月からこれが3倍に上がります。今までは年間6000円ほどの負担だったものが一気に1万6000円、これがですね、太陽光パネルを買うためのお金となっております。太陽光パネルの8割以上は中国企業が作っておりますから、何のことはない再エネ賦課税は日本人から金を取って中国企業を儲けさすためだけのものになっております。再エネ賦課税などを徴収し無理やり普及させた太陽光パネルなんですけれども、日本は今世界で一番太陽光パネルの面積の比率が世界一広いということを皆さんご存知でしょうか。国土に対する太陽光パネルの割合が世界一になっちゃったんですよ。日本はドイツでもですね、太陽光パネル敷きすぎて太陽光の発電の電力の料金が暴落しているそうであります。それとですね、中国の企業も太陽光パネルを作りすぎてパネル自体の値段も半分以下に暴落しているそうであります。もう日本は太陽光パネルなんかいらないんですよ。世界一の太陽光パネル設置率になってしまったんですから、それでも足りずに再エネ賦課税というですね、税金と同様に強制で調整されるものを使って太陽光パネルをもっともっと引き詰めようとしております。太陽光パネル、あんなのはですね、燃え出したら水をかけられません。燃えていても発電を続けているんで感電の恐れがあると、で一旦火がついたら消えるまでほっとくしかないそうであります。小池都知事は新築の家の屋根に太陽光パネル設置義務付けなんてことをやっておりますけれども、これだけ住宅が密集した東京都内で、どの家にもどの家にも太陽光パネルがついているなんてことになりましたら、火事の時に大損害、燃え広まって消火困難、大火事になってしまいます。火災の心配が、火災のリスクが大きすぎるのであります。もう日本は世界一の太陽光パネル設置率になってしまったんですから、もう
頑張る必要はありません。再エネ賦課金、太陽光のためだけに存在するこんな変な制度、今すぐやめてもらいたいものであります。一般世帯は1万6000円程度の再エネ賦課税ですけれども、電力に上乗せされるものですから、浄水場や工場などの再エネ賦課税は莫大なものとなります。浄水場ありますけれども、月にどのぐらいの電気代支払っているか皆さんご存知でしょうか。浄水場なんかはですね、ものすごく電力使うもんですから、月に1億3000万円ほどの電気代を払っております。こちらでですね、一般世帯の1万世帯分ぐらいの、再エネ、電気代を払っているもんですから、再エネ賦課税もそのぐらいになります。年間月額の電気料と同じぐらい浄水場は再エネ賦課金、つまりですね、1億円以上払う計算であります。これが全て中国の企業を儲けさせるためだけに使われております。日本はもう世界一の太陽光パネル設置率なんですから、もうこれ以上増やす必要ありません。河野太郎の一族の会社日本端子を儲けさすためだけに再エネ賦課金我々徴収され続けていいんでしょうか。原発を動かしてその有り余る電力を上手に使えばいいのであります。鉄道やバスや、道路の表記に日本語表記、英語表記、あと簡体字、中国の文字ですね、あとハングル、韓国、北朝鮮の文字の4カ国表示が一般的となっておりますが、これをやっているのはどこかと申しますと、国交省、観光庁、国際観光課というところがやっております。国交省といえば公明党、公明党といえば国交省、ずっと何年も国交省の大臣の座を公明党が握っておりますけれども、実はですね、英語表記するのは根拠があることなんですけれども、簡体字とハングル表記には法的根拠が全くない、皆さんご存知でしょうか。公明と国交省がですね、なんとなくやってるのが関西字とハングル表記なんですよ。英語は皆さん分かりますよね。日米同盟というのがありまして、米軍兵士が日本国内で活動することも考えられるため、その兵たちの利便を図るために分かりやすくあちこちに英語表記するのは根拠があることであります。では同盟でも何でもない反対字とハングル表記を公明と国交省が一切の法的根拠なしに補助金までつけてご利用しするのはなぜかと申しますと、中国人民軍あるいは北朝鮮人民軍が日本国内に侵入した時の利便を図るためであります。公明党の支持団体は創価学会ですけれども、創価学会は香港支部を中国共産党の人質に取られて、いつ活動中止を命令されるかビクビクしております。ですので創価学会は中国共産党に全く逆らえません。さらにはですね、中国本土での布教をあわよくば許してもらいたい、許可してもらいたいという下心もありまして、創価学会は中国共産党のご機嫌取りを必死でやっております。その必死でやっている一環がですね、日本中に簡体字表記をばらまいて増やして、いずれ来る中国人民軍、これの利便を図りましょう。
古文でついてくるかもしれない北朝鮮人民軍にハングル表記で利便を図りましょう。こういうことを公明党がやってるんですよ。どうして簡体字とハングルなんだ、フランス語とドイツ語じゃダメなのか、法的根拠が全くありません。簡体字とハングル表記、これを日本中にばらまいている公明党の意図は、中国人民軍、北朝鮮人民軍の利便を図っているんであります。昔で言ったら利的財、今日本に利的財がないのは残念でなりません。そういうことを国交大臣のポストを独占し好き放題やっているのが公明党、そしてそれを許しているのが自民党であります。